で有名なゴディバの和風クッキーです。私が作るより美味しいので、ムニエルを上手に焼くコツはフルーツにかけても風味を生かしておつまみをするに自由。なんかね、もうとにかく美味しいです。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品のご紹介です。コストコのセール価格は特別なものを除き金曜日スタートで翌週の木曜日までです。チャンネル登録もお願いします。新商品のダブルストロベリーケーキです。夏のケーキにありがちな透明なナパージュがたっぷりかかってキラキラしています。そしてたっぷりのいちご、ブルーベリーをアクセントとして使うならもう少し乗せた方が美しいと思いますけれども、いちごがたくさん乗ってるケーキってテンションが上がりますね。スポンジケーキとムースっぽいストロベリークリームの繰り返しで4層になっています。スコップケーキは2時間ほど冷凍してから切ると美しく切れるんですけれども、これをね、朝一番に買うとまだ少し凍ってるところを見ると、このシリーズって解凍してからね販売してるのかなと思います。多分冷凍するとイチゴの味がねどうしても落ちちゃうので、今回は冷凍しません。断面の美しさよりも味を選びます。3日ればね、美味しいので全部食べきっちゃいます、うちの家族は。ストロベリースコップケーキと比べるとスポンジが少ないように思います。とても柔らかくて口の中でスーッと溶けるような軽いケーキです。いちごの酸味が効いていてさっぱりとしたケーキ、とても美味しいと思いました。ゴディバほうじ茶クッキー再登場です。先週ご紹介した帝国ホテルクッキーと同じく夏のギフトを意識しての入荷だと思います。チョコで有名なゴディバの和風クッキーですから気になりますよね。ほうじ茶クッキーの他にミルクチョコレートクッキーが入っていて2種類です。16枚ずつの32枚入りです。クッキーは薄く表面がザラッとしているのでラングドシャクッキーだと思います。ミルクチョコレートクッキーはココアの香りと、ちょっとね表現が難しいんですけれども、外国のクッキーにありがちな香りがします。製造は埼玉ですけどね。ほうじ茶の方はサクッとしてて、ほうじ茶の香りがしっかりあります。甘すぎなくて美味しいです。どちらも重くない味ですから、夏でも美味しく食べられるクッキーです。賞味期限は12月4日までです。包装、のし、バッグはなしですけれども、お手土産にすると喜ばれると思います。ビッグシェフハッシュドビーフです。レトルトですけれども、用冷蔵で賞味期限は購入日から2ヶ月半くらいです。セール価格でも1食あたりのお値段が 279.3円なのでお高く感じますが、私が作るより美味しいのでリピです。湯煎かレンジで温めます。今回はレンジで温めました。薄切りのビーフがたっぷり入ってますし、玉ねぎもしっかり存在感があります。バリラオーガニックバジルトマトソースです。新商品です。バリラのジェノベーゼソースが好きなので、こちらも美味しいでしょうよと期待して買いました。材料は 100% イタリア産の有機野菜と有機砂糖、化学調味料保存料なしでとてもシンプルです。甘みとね酸味のバランスが良くてとても美味しいです。でもソースだけのパスタは物足りないので、きのこやベーコンなどコクのある具材をプラスした方がいいと思います。生パンガシウスフィレです。謎のね魚とか言われていますけれども、普通に白身魚です。ベトナム産です。骨や皮が取ってあるので食べやすく、油も少なくてね淡白です。癖がないので離乳食にもおすすめです。先月デリカに登場したフィッシュ&チップスのフィッシュフリッターの中身もパンガシウスです。4枚入りでだいたい1000円台で販売されているんですけれども、今回はセールがかかっていたのと、なるべく小さいサイズのを選んできました。それでもね1人分には大きすぎるので半分に切ってムニエルにします。残りの2枚はプレスンシールで冷凍します。ムニエルを美味しく焼くコツをご紹介します。
ハーブソルトなどお好きな調味料を振って10分ほどしたら水分を拭き取り、小麦粉をまぶします。ムニエルを上手に焼くコツはコールドスタートです。オリーブオイルをひいたフライパンにのせてからスイッチを入れます。バターはね、焦げやすいので後から入れます。裏返してからバターを入れて軽く焼き目がつくまで焼きます。このままでもね、美味しいんですけれども、先ほどのバリダオーガニックバジルトマトソースをかけました。表面の小麦粉は少しカリッとして、バターの風味、身はふっくらと柔らかく美味しく焼けました。いつも買っている富士山四季の水です。今回からラベルレスになりました。賞味期限はキャップに書いてあります。災害備蓄も兼ねて購入していますが、安くて美味しいのでアイスコーヒーの水出しにも使っています。北海道サロベツプレミアム牛乳です。これも何度もリピしています。他の牛乳との飲み比べもしておりますので、リンクを概要欄に貼っておきます。ぜひご覧ください。タニタ食堂監修の杏仁豆腐です。材料に豆乳が使われていて、1カップ 60g 入りで60キロカロリーです。ヘルシーなおやつになりますね。ヨーグルトみたいですけれども、しっかり杏仁豆腐の味がして美味しいです。冷凍しておいたフルーツにかけても美味しいです。バラエティベーグルです。6個入り、2種類選ぶことができるので、今回はプレーンとブルーベリーを選びました。オニオンチェダーディップです。人気商品なので買ってみました。クリームチーズとサワークリームに玉ねぎ、ニンニクが入ったディップです。柔らかいからパンに塗りやすいです。程よい酸味があり美味しいです。玉ねぎとニンニクが入っているので、この風味を生かしておつまみを作ります。半分にスライスしたベーグルにオニオンチェダーディップを塗ってから8つに切ります。表面にグレープシードオイルまたはオリーブオイルを塗って180度に予熱したオーブンで5分焼いたらパセリを振ります。ピックを刺したらおつまみっぽくなります。バーガーバンズです。先月ぐらいからメーカーがフジパンに変わって3個入りになっていました。以前のね、ビッグバーガーバンズは6個入りで278円でしたから、ちょっとねお高くなりましたよね。ごまもねなくなりましたしね。そして卵がね入っているせいか黄色いです。記憶を頼りにね、以前のイナベーカリーのと比べると、以前の方のが柔らかいし薄味なので、私はイナベーカリーの方を再販してほしいです。安いしね。伊藤ハムハンバーガーステーキです。チルドのレトルトハンバーグです。表示通り鍋に水から入れて温めました。ふっくら柔らかくてレトルトとは思えないお肉をしっかり感じることのできるハンバーグで、ソースも美味しいです。ハンバーガーを作ります。トースターで軽く温めたバーガーバンズに先ほどのオニオンチェダーディップを塗り、レタスをのせます。温めたハンバーグにソースをたっぷり絡めたら、のせてもう片方のバンズをのせます。ピックを刺して崩れないようにします。思ってたよりも分厚いハンバーグだったので、ハンバーガーにするには安定感がない感じですけれども、高さがね出るので豪華に見えます。ちなみにこのハンバーガーのカロリーを計算したら約600キロカロリーでした。娘はね全部食べましたけど、大きすぎて私は半分でギブアップです。主人に食べてもらいました。だから主人は900食べたことになりますね。
ハンバーガーの食べ方は自由なので、女子もね、遠慮なく両手で持ってかぶりついて OK です。でもフォークとね、ナイフがあれば小さく切って食べても OK です。具材をバラバラに食べてもいいですし、小さいハンバーガーを組み立てるイメージでフォークに刺しても OK です。要するに自由ということですね。ハンバーガーステーキは 240g のうち固形量は 155g ですので、ソースがたっぷり残ってしまいました。シチューにリメイクします。鍋に冷凍の野菜ミックスとウインナーと水を少し入れて火にかけます。デミグラスソースを入れて5分ほど煮込み、火を止めます。食べる頃にね、もう一度温め直せばいい感じに具材に味が染みていて美味しくなります。生クリームの代わりにコーヒー用ポーションミルクをかけました。エミールピンクレモネードゼリーです。私の行ってる倉庫店では新商品ですけれども、この商品自体は6月からスーパーなどで販売されています。1個あたりは 103.5 円です。賞味期限は購入日からちょうど1ヶ月、用冷蔵です。1カップは 190g 入り。お皿にね、出してみたら量の多さを実感しました。116kcal です。ピンクレモネードジュレ、ライチゼリー、ピーチジュレの3層、白桃果肉が入ったフルーツゼリーです。桃はね、1切れだけ入っていて中国産です。真夏にぴったりな爽やかなゼリーデザートです。ナタデココに見えるライチゼリーはしっかりもっちりしてますが、ナタデココよりは柔らかいです。ピンクレモネードジュレは酸味とピーチジュレの甘みとのバランスが絶妙で、なんかね、もうとにかく美味しいです。ただね、私にはね、量が多すぎます。1回じゃね、食べきれない。今週のお酒はスミノフアイスです。甘口、微炭酸なのでグラスには注がず瓶のまま飲んだ方が美味しいです。今週末もコストコに行く予定です。レビューは毎週アップしています。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品の簡単なレビューやお値段を載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。